こんにちは、ギタリストの松原義文です。最近ですね、まあ、コロナ自粛いろいろ始まって4月ぐらいから始まったので、もう数ヶ月経つんですけど、ミュージシャンの生活もいろいろ変わりまして、最近少しずつライブも始まっているんですけども、自粛と同時に皆さんいろんなね、仕事を奪われちゃったんで、いろんな試みをそれぞれの人がいろいろ始めて、僕なんかは配信ライブとかいろいろ、あと YouTube の動画をに力を入れたりとか、ライブしてないんだけどなんか忙しいみたいな日々をずっと過ごしているんですけども、最近ちょっと関わっているプロジェクトの中で一番大きいものがですね、このなんといっても鹿児島ジャズフェスティバルなんです。で、鹿児島ジャズフェスティバルのちょっと東京配信ステージ の現場監督みたいなことを僕はさせていただくことになっているんですけども、その鹿児島ジャズフェスティバルを今日作った男に来ていただいております。ご紹介します。鹿児島を生んだスーパーピアニスト、松本圭司さんです。こんばんは、よろしくお願いします。圭司さんは、はい、今鹿児島にいるんですよね。そうです、はい、鹿児島におります。鹿児島の、そのおしゃれなご自宅、まあ普通の一軒プロフィールを、ニューヨーク行ってたんですね。そうなんです、はい、そんな長くないですけど1年半ぐらい行ってましたね、でニューヨーク行ってて、で基本的にもう今拠点はずっと鹿児島で。そうです、はい、鹿児島で活動しながら、はい、でも東京のミュージシャンとこう CD を出され、アルバムを出されていて。そうですね、はい、東京のアーティストの皆さんとは結構いろんなところでつながらせてもらってます。で一緒に演奏してるメンバーもね、結構かぶってたりもそうしますよね、リズムセクションとかがね、はい、で僕もすごい名前はね聞いてたんですよ、だいぶ昔から。ありがとうございます。それこそテキサスに僕いた頃から一緒に住んでたベーシストが吉峰雄二郎っていう鹿児島、もう鹿児島が誇る、いろんな意味で鹿児島が誇る素晴らしい人間であり素晴らしいベーシストなんですけど、その彼と一緒に住んでた時にこっそりなんかライブ録音した CD とかもね、なんか聞かせて、あ、こんなピアニストが鹿児島にいるんだと、僕も20歳ぐらいの時に一応存在は知ってたんですけど。恥ずかしいですね、はい、吉峰君は僕の高校の1個上の先輩なんですよ。ああ、もう完全にそこはもう、じゃあずっと高校から。そうなんです、はい、その高校時代から、はい、一緒にバンドやってて。ああもう圭司君がねってちょっと似てる2年ぐらい一緒に住んでましたからね。鹿児島弁はだいぶ僕は慣れてるんですけど、はい、鹿児島に こだわってる理由みたいなのはやっぱあるんですか？まあ、やっぱり自分が鹿児島で生まれ育ったってのもあるんですけど、ニューヨークから帰ってくるときに日本に、まあ、東京に行くか鹿児島に戻るかってやっぱりこう超迷ったんですよね。そうでしょうね、そうですよね、それはね。で、まあ、鹿児島といっても、まあ、鹿児島県で約160万人ぐらいの人口で、鹿児島市でまあ60万人ぐらいなので、そのやはりまあ人口的なそのジャズの需要というふうに考えると、その鹿児島に帰ってじゃあこれ仕事として成り立つのかとかいう不安もあったし、まあそこでじゃあどうすればいいんだろうというのがすごい迷ったんですけど、まあ、結局そのちょうどインターネットが普及しだしたというか、まあ、自分たちがこう慣れ親しみだした頃だったんです。僕がちょうど21ぐらいの時で。21の時に日本に帰ってきたんですか？そう、早っアメリカ行くの早いですね、じゃあ。いやでも20歳っていうか、そうですね、20歳から行って。ああ、まあまあでもそうか、普通それぐらいで、そうか、行くっちゃ行くか。そうそう、で、まあ、東京に行くのも、まあ、候補にあったけども、やっぱ地元に帰ったらその、まあ、インターネットも発達してきてるし、その住む場所は関係なく情報っていうのは手に入るなと思い出したんですよ。早っそれ考えるの。21ってことは、ね、僕らは21ってことは2006年で、6年、まだアメリカで Facebook で始めたぐらいの感じですね。そうですね、 Facebook ギリギリやってなかったかな、まだ日本ではまだまだって感じですね、そんな頃にもうインターネットあるしみたいな。そうなんですよね。だからまあ住む場所関係なくその、まあ、情報が同じものが入るんだったらどこにいてもそのアーティストとしてはちゃんと
できるんじゃないかと思ったんですけど、まあそんなこんなで帰ってきてやりだしたけど、やはり大変でしたね。やっぱりその同年代のライバルだったりとか、あの刺激をくれる仲間だったりとかがやっぱり少ないというか、もう圧倒的に少ないんで、地方だと。それはそうですよね、うん、だからモチベーションをどうやって保ち続けるかみたいなところはやっぱりちょっと苦労したなと思います、ね、確かにね、そうですね、うん、ミュージシャン的視点というかでいくと、やっぱり今の年代でこそ、まあ別にモチベーションを保つのとかそんな苦労しないぐらい、こういろいろね、自分の周りで何かが起きているというか、ミュージシャンもつながってすでにいるし、うんうん、やんなきゃいけないことも明確なんですけども、20代前半ってまだその辺こうあやふやというか、だいぶこれから何やっていけばいいのかなみたいな感じで大体みんな思ってる頃なので、知り合いもいないし誰も知らないみたいな、その時に鹿児島を拠点にするっていうのはかなりの決断ですね。確かにね、そうですね、まあ、今となっては良かったなと思いますけど、うん、まあ、うんうん、すげえすげえ。そろそろジャズフェスの話をしていきますかね、はい、ジャズフェスですよ、ジャズフェス。この人ジャズフェス始めたんですよ、一人で勝手に勝手にすごいっすよね、勝手に面白い。ジャズフェスって新しく始められるもんなんだみたいなね、今日あなたにもできるジャズフェスの作り方ということで、あ、そうでした話を聞いていこうかなと思うんですけどもね、ジャズフェス作ってみたいなとか、簡単にできるジャズフェスがあったらなって言ってる人はね、まあいないと思うんですけど、ぜひ、はい、ぜひ今日はやり方を、そうですね、ジャズフェスの作り方を覚えて帰っていただこうと、いうことで、2017年から鹿児島ジャズフェス、はい、そうですが1回目で、今回4回目、そうですね、はい、すごいですね、鹿児島ジャズすごいですね。初回動員数1万6000人で、はい、その次は3万1000人で、うん、3回目2019年は6万7000人。そうなんですよ、凄まじいですね。これは本当にもうこれは僕もびっくりしてるんですけど、日経平均どころじゃないですね、この日経平均上がり具合はこれぐらい上がったらすごいですね、ダウどころじゃないですね、これ凄まじいですね2年で、うん、3倍以上4倍ぐらい計算ができない、はい、3倍ぐらい、3倍すげえ、4倍で、今回4回目で、じゃあ2017年に始めたということはいつ頃からこう頭の中にあったんですか、フェスティバルを始めようみたいな、ですね、やろうかなみたいな。これちょっと長くなるんですけどいいですか。嫌です。嫌ですよね、はい、ちょっとまあできるだけこうサクサクっとお願いします。いいですよ、長くて。後でこれは編集ができるのでサクッといきます。じゃあサクッと、はい、30代になったぐらいから、要はそれまではその鹿児島でやってることっていうやっているという自分に対して、まあ、若干ちょっとコンプレックスがあったんですよ。東京の人の方がすごいみたいな。で、まあ、そこに対してそれを払拭するために一生懸命自分がツアーに行くとか、なんだろう、 CD 出すとかって一生懸命自分の活動をやってたんですけど、うん、30代になってせっかく地方に住んでやってるんだから、自分が住んでるからこそできることっていうのをやっていきたいなということがあり、でその他県のジャズフェスに呼ばれて出演したりすることがあり、そういうのがまああって、鹿児島ってまあ長く続いたジャズフェスがなかったので、これジャズフェス鹿児島に作れたらかっこいいんじゃないと、あー、なるほど、貢献できるんじゃないみたいな、っていうところから、まあ30代、そうですね、だから何年前だ、6年前ぐらいからちょっと構想はありました。6年前っていうと2014年、そうですね、2014年、ちょうどそれぐらい。じゃあ2017年に1回目をやる、まあ、3年ぐらい前からこうちょっと考え出して、そうです、そうです、はい、でこれはスポンサー集めとか、うんうん、会場を決めるのとか、うん、誰が出演するのとかを基本的に全部決めてるわけですもんね。そうですね、まあ、もちろんいろんな方の意見をいただきながら、でももう最終的に責任者は手こっちか、はい、逆こっちだすごいですね、ミュージシャンやりながらスポンサー集めするっていう
そうノリで始めたけどやっぱり意外に大変でしたね。あ、気軽に始めようと思ってる方は意外に大変だけどガッツが必要なんで、ガッツが必要、はい、でも逆にじゃあ、まあガッツがあればできるってことですか。そうガッツがあればできると思います。なるほど、別にあれですもんね、はい、あの代議士の息子とかそういうことでもないですもん、ね、全然はい違いますもう何だろう、僕2017年に鹿児島の春の新人賞という賞をもらいまして、はいはいはい、これ鹿児島 の, あの将来の芸術文化に貢献するであろう人材に贈る賞ってやつなんですよ、はい、将来貢献するであろう人にあげますよと、あげるから頑張ってねと。あ、結構ざっくりも幅広めに。そうですそうです、はい、ジャズ関係なく、関係なく音楽も演劇とか絵画とか、まあ、いろんな分野ですの方がいるんですけど、まあ、これもらったからにはもう貢献しろって言うんだったら今年からやろうかなみたいなってところで見切り発車して。なるほどなるほどなるほど、やっぱそういう、こう、はい、きっかけみたいなのはこうあるわけですね。そうですね、はい、これはもういかんと、こ今でしょみたいな。そうそうそう、あるわけですね、はい、だ漠然とやりたいなとは思ってたけど、その新人賞をもらったタイミングで賞金が25万出たんですよ。うんうんうん、でその25万出るから、それでそのまあちょっと大きめのコンサートをやってねという感じの賞なんですけど、言ってみると、まああの目立ちたがり屋なんで、よしこれでジャズフェスやるぞと思って。なるほど、目立ちたがり屋なんですね。そうですね、はい、やっぱりでもそういうモチベーションは大事なのか、となるとミュージシャンは大事じゃないですかね。どうですか。あ、分かんない、ミュージシャンは、うん、まあ楽器によってもねあるかもしれないですけど、うん、確かに、うん、確かに楽器によってね、こう10年以上やってると楽器で作られる性格ってありますか。ありますねそれは絶対ある、うん、すごいやっぱね、ベーシストはベーシストらしくなっていくというか、ね、ギタリストはギターにこう毒されていくとか、ね、あるんですよね。で、まあ、その25万を元手にジャズフェスやろうと思ったんですけど25万じゃジャズフェスはできないですね。いろいろ見積もり取っていったら2000万ぐらいが判明してやばいやばい、100倍で100倍そうで、これはちょっと無理だと、僕一人では無理だということで、うん、代表さんスポンサー集めようとかまあそのいろいろ動き出して、でその中でそのたまたま鹿児島市があの募集してる、そういう補助金の制度があって、あ、その観光イベントを創出する人団体にあの5年間補助を出しますみたいな応募型のがあって、それ も, まあもうダメ元で応募してみようみたいな感じで応募して、まあ、そこには ありがたいことに通ったと。わ、はい、それはやっぱそういうのがね絶対必要ですもんね。ジャズフェスやるってなったらもう地元のその地域のイベントになるわけだから、うん、行政の協力っていうのは必要なんですね。そうですね、なのでまあ全体予算の 20% ぐらいは市が今補助してくれている感じですけども、5年間限定なんで。なるほど、はい、今年はちょっと観光イベントには該当しないので、来年と再来年まで伸びて、再来年まで市は補助してくれるけど、そこから以降は独立してねと。あ、そういう感じです、ね、最初やプッシュしてあげるよ、そうスタートアップだけみたいな感じ。いや大変そうだな、イベント作るのって大変ですよ本当に。尊敬しかないですよ。いやいや、あの失敗談たくさんありますから、ね、失敗談いいですね、失敗談、失敗談いいですね。話せるやつを聞きたいですね。ちょっとやっちゃいますか。やっちゃいますか。あ、とりあえずちょっと待ってください。はい、スイッチ3番お願いします。どうも、どちらですか。スポーツが何番で。